ジョージ・ギャラップ、ジョージ・ホレース・ギャラップは、抽出調査の技法を開発したアメリカ合衆国の調査実務家で、世論調査に用いられる抽出調査の統計学的技法によって成功した、ギャラップ調査の創始者。アイオワ州ジェファーソンに生まれたギャラップは、ローレンスビルスクールから、アイオワ大学へ進み、フットボール選手、シグマ・アルファ・イプシロン・フラタニティのメンバー。 独立した日刊の大学新聞、ザ・デイリー・イオアンの編集長となった。1923年に BA、終えて卒業し、1925年に MA、1928年に PHD を取得した。1925年にオフェリア・スミス・ミラーと結婚し、後に二人の息子を設けた。後に、ギャラップの関心が選挙の予測など、 政治関係の世論に向かうきっかけの一つは、義理の母、オーラ、バブコックミラーが、アイオワ州の州務長官を務めたことにあった。学位を得たギャラップは、アイオワ大学、ドレーク大学、ノースウェスタン大学、コロンビア大学で、ジャーナリズムや、心理学関係科目の教弁を取りながら、調査実務に携わった。1932年に、 ニューヨークの広告会社ヤング・アンドルビカムに参加し、印刷媒体やラジオの需要についての調査に関わった。1935年、ギャラップは、後のギャラップ社の前身となる、ザ・アメリカン・インスティチュート・オブ・パブリック・オピニオンを設立した。1936年、ギャラップが設立した、新しい組織は、大統領選挙において、フランクリン・ルーズベルトが、 アルフレッド・ランドンに勝つことをわずか5000人の調査回答者数で正確に予想し全国的な注目を集めた。これは200万人以上の回答を集めたザ・リテラリー・ダイジェスト氏がランドンの勝利を予想したのとは対照的な結果であった。ギャラップは選挙結果を正確に予想しただけでなく小規模ながら適切なランダムサンプリング技法による調査を行い ザリテラリーダイジェストがどのような予想を出すかも正確に予測した。ギャラップは1937年にコロンビア大学の教職を離れ調査実務に専念するようになった。12年後、1948年の大統領選挙の際にギャラップの組織は彼らとしては最も重大な失敗を犯し、トマスイ・リュイが ハリー・エストルーマンに5から15%の差をつけて勝利すると予想した。ギャラップはこの失策が選挙投票日の3週間も前の時点で調査を行ったことによるものであると考えた。1947年、ギャラップは世界各地の調査を行う国際組織ギャラップ・インターナショナル・アソシエーションを立ち上げた。ギャラップは1976年には 世界各地で生活の質についての共通した調査を行うことをはじめ現在に至っている。1948年、ギャラップはクロード・イー・ロビンソンと共に広告調査会社ギャラップ・ロビンソンを設立した。1958年、ギャラップは参加にあった調査実施会社などをすべてグループ化し、ギャラップ社を結成した。 1984年7月26日、ギャラップはスイスベルーン州高地部のチンゲル村にあった夏の別荘で心筋梗塞に倒れ翌27日に死去した。ギャラップはプリンストン墓地に埋葬された。ありがとうございます。